にちは、足立ちゃんの配信をします。今日はね、9月の30日、永田町に来てます。明日から消費税が上がるとか、明日維新の会で福島第一原発の処理水、汚染水、処理水を見に行くとか、まあ、いろいろね、話題は豊富なんですが、今日ちょっと忘れないうちにこの愛知トリエンナーレのね、話を少ししておきたいと思います。例の問題になりました表現の不自由点、これについては、来週にもまた再開をするというようなことがあるようです。まあ、当事者の方ですね、なんか検証委員会が何かをやって、再開をするということを決まったそうであります。その中身、あるいは愛知県が税金をね、負の歳出からお金を出しているわけですけど、それを出すのが適当かどうか、そういう問題はまたちょっと別途あるとして、今日はですね、この、4日前に文化庁が不交付を決定したその中身についてね、若干僕心配してます。僕は実行委員会、あるいは愛知県の段取りの悪さ、あるいは表現の不自由点のいろんな騒動がありましたから、私はもう不交付決定って僕はこれありだと思ってるんです、基本的には。だから萩生田大臣のご判断は基本的に私は支持をしているつもりなんですけど、ちょっとね、この資料を見るとね、大丈夫かなって思うんですよ。大丈夫かなっていうのは、文化庁が、あるいは文部科学省が最後まで頑張りきれるかなっていうことなんですね。で、この話はですね、この文化庁のプレスリリースを見るとね、要は来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑の運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず、まあ、当局、愛知県実行委員会が認識していたにもかかわらず、それらの事実を申告することなく採択の決定通知を受領した上で補助金交付申請書を提出し、その後の審査段階においても文化庁から問い合わせを受けるまでそれらの事実を申告しませんでした。これによりね、1、2のような点が、について十分に適正な審査を行うことができなかったので不交付にしますということなんです。で、根拠はですね、補助金適正化法の6条に、こうあります。当該申請にかかる書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときはブラブラブラと。だからこれだけ根拠なんです、文化庁は。で、ここに調査をした上でね、交付すべきと認めたときは交付決定せよですから、交付すべきと認めないときは交付決定しない、これも全然この法令上全く問題ないです。そういう意味では和田政宗参議院議員が、三浦瑠麗さんがちょっとね、異例のことじゃないかとおっしゃったときに、いや、これはもう法律に基づいてるから問題ないんだというツイートをされてましたが、いや、確かに、その条文上は、交付すべきと認めたときはと書いてあるということは、交付すべきと認めないときがあるということですから、これは全くそういう点では問題ないんですね。そしてね、この今回の決定は、先ほどご説明したように、文化庁と愛知県ですね、実施計画書を出す、補助事業としての採択通知がある、その採択通知があった後、これ5月末ね、5月末ですが、愛知県から補助金交付申請書を提出するわけです。で、ここでこの申請書が出た、5月末に出た後、この9月26日にこれを蹴飛ばしてるわけですね。いや、まあいいんだけど、同じようにこういう不交付決定をしたことがあるのかと言われると、ないらしいんですね。いや、まああるかもしれないけど、即答できる状況にはないと。だからほとんどないらしいんです、前例が。いや、いいですよ、前例ないことをやる、それはいいんだけどね。要すれば、当局は、文化庁はですね、この補助金交付申請書を審査するときに、あるいはこの補助金交付申請書が出てくる前に、さまざまなやり取りがここで文化庁と地方公共団体で愛知県でこう普通はあるっちゅうわけですよ。普通はここでやり取りがあるっちゅうわけですよ。ところが今回はここのやり取りがほとんどなかったと。ね。いや、そうやけど法令上はね、現地調査も含めて調査せよって書いてあるんですよ。
だったら見に行ったらいいよねとかね、要すればそれだけの不交付に至るまでの文化庁はね努力をしたのかということです。どうもしてないと思うんですよね。まず文化庁の不交付決定は異例の、要は規定上は読めないことはないが、条文上はね、前例がほとんどない、あるかないかもわからない、まあ多分ない、そういう今回不交付決定をしたわけです。で、唯一この文化庁がですね、この文化庁の国会の決定が正当化されるとすればですね、私はやっぱり外形的公正性というか、要すれば愛知県の対応が今までほとんどないぐらいひどかったという説明ができればね、ありだと思いますよ。愛知県が今までいないぐらいひどい手続き対応だったと、中身じゃないって言ってるでしょ、萩生田大臣は。僕は中身問題あると思いますよ、中身問題あると思いますけど、萩生田大臣は中身じゃないと言ってるんです、手続きだと言ってるんです。そうであれば手続き面で今までにほとんど例がないぐらい特殊なひどい対応だったということを文化庁が説明責任を果たせればね、私はこれはありだと思います。でもね、そこまで文化庁できないんじゃないかなと思うんですね。だから難しい問題なんだけど、あれと一緒ですよ、あの韓国とのね、あの輸出管理の問題と一緒です。私は韓国にも制裁を施すべきだと思ってますよ。あるいは今回の、表現の不自由点は内容がひどいと僕は思いますよ。そうだけど政府は韓国に対しても、あれは朝鮮から の、 その労働者の問題に関わる対抗措置ではないと言い、今回も中身の問題ではないと言ってるんです。いや、分かった。そうであれば中身じゃなくて手続き面において愛知県の対応がこれまでにほとんどないぐらいひどかったという説明をせなあかん。それがね、まだできてないんですね。だから私は今回の萩生田大臣のご判断ちょっと心配してます。むしろね、安倍政権がこういうしょうもないことで足を滑らすことがないように、しっかり文部科学省文化庁にはね、これ説明責任を果たしていただきたいと思います。まあ、ネットでね、私が少し和田参議院議員に少し異論を唱えました。和田さんはこれは、まあ、三浦瑠麗さんがかなり異例の判断だと思いますと言ったことに対して、かなり異例と言われると何か特殊な意味を持つように聞こえかねませんが、法にのっとって粛々と不交付としたものですって反論されて大変なリツイートですが、私まだね、報道特集出にくくなるかもしれませんが、これね、明らかにかなり異例の判断ですよ。かなり異例の判断、文化庁は。だからかなり異例の判断をしたことが合理性があると国民一般に説明するためには、今回の補助金の交付相手である愛知県実行委員会、この地方公共団体である愛知県がかなり異例のひどい対応をしたから、ね、不交付にすることはかなり異例だけど、そこに踏み込ませていただいたという説明をしなければ、私は内容に口を出したんじゃないかという批判を免れることはできないと思いますんでね、またツイッターのフォロワーもね減るかもしれませんが、まあ与党の立場を生かしてね、是々非々、やっぱりおかしいことはおかしい、あるいはこれはおかしくないと、これは正しいと分かるまではしっかりと説明責任を政府に対して求めていく、政府与党に対して求めていく、こういう国会議員として当たり前の仕事、これはやっていきたいと思いますので、まあ、皆さんぜひこの議論ね、私が申し上げていることを冷静に受け止めていただいて、ご意見交換をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。